このフィスカーのポジションがどうなるか、メインも警戒しているが、ワーピック持ってきた、2人目リロードタイミング、テールウィンドで後ろ下がります、囲まれた、ここはアステルが抑えています。ただ人数差がつきました。これで 3-on-4、 ドーセプションを残り3名、ダッシュガーゼのお得意のスモークイン警戒してますね。ミンティ警戒してるか、飛び込んできた、素晴らしいタイミング、しかしカバーに入ってない、レスそれだ、うまく裏を取れるか、どこまでいける、勢い止めて後ろから忍び寄る、ショーティーを構えて背後スライダー、ワンピック、うまい、武器を取れるか、拾った、しかしここは対応しているマンティー、ワイヤーも置いてあります、ネットはエルボーに対してアプローチ、ここはヘッドショット仕留めた、ただメインのカバーが入ります、残り1名、ラストマッチキン正面切り、スクリーンを抑えていますし、メインの裏取りはワイヤーがありますが、これ逆にこう自分たちが置いたバリアオーブのせいで裏取りも時間かかりますね。そうですね、シーカー切った、取りに行くつもりだ、CR、王者の石、メイが抑え、ぶつけに行く、メイがダブルキル取った、しかしね、そのカバーが入っています、ここは武器持っている、拾いたいクレイジー役、スモークをどう使うか、パラノイアもあります、バッチはスクリーンから挟み込む、丁寧に潰していく、ジェルが見えた。正面を抑えた、取り込まれた、シュガーゼロ、いやしかしワンワン、どうだ、取るのか、取るのか、シュガーゼロ、私の敵でカーベル1枚挟んだところ、お迎えし、逃げれるか、これは逃げられない、同じ動きをしてきた、いやテン、かなりいいエリア取りましたよ、テン、レビューの中入っている、しかしバッチがスロープを抑えている、これはたまらずテンも下がりますね、バッチもスモークの中警戒、ここはテン、ヒーリングオーブをもらって、A メイン側へと移動、ただまだ今回は設置ができていないので、もしかしてこれは本命 B なんじゃないかということで、ネスが寄ってますね、ただアスティルもこのポジションフィスカーバッチが見ているので寄れない、これは逃げれない、いやここ近かった、しかしこれでスパイクドロップ、タイミングが噛み合えば一気に崩すことができる、噛み合った、メインが落とした、ここからどう動く、その先にはマンチキンもいるぞ、ネスも寄ってきます、ただこれでマンチキンが一方的に2人の動きをつかみました、挟み込むのか、ネスがまずはエルボーにパラノイア、そしてマンチキンのガイディングライト、避けていたが抑えるのはマンチキン、ワンツー、設置フェイク、先ほどクラッチを取ったらノーセプション、残り時間8秒、この狭いポジショニング、全てが崩れてしまう、さあローリングサンダーのケアをしないといけないので、かなりノーセプション広がってますね、そうですね、今で聞いてます、お互いがクロスを組める、助け合えるこのポジショニング、ただシュガードルが手前にすごく耐えてるぞ、フィスカシーカも来た、ここはグラビティウェルでシーカ阻まれる、いやシュガーゼロ抜かれている、で飛び出した、佐々木が3で、シュガーゼロもフィスカを抑えている、スリーオンスリー、ここでヘブを取ったアスル、メイが飛び出す、ピークしていった、強気だ強気だ、しかしバッチマッチキーと取っている、ここは対応した、またシュガーゼロ、ただここはサイバーケージサジャンキーた前に出る、ここはバッチを落とした、リテイクの要バッチが落ちた、しかしフィスカー側にソルダムが落とされてしまう、一思考官になりましたね、しかしスパイクの設置は通しました、ここはリザレクション、ソルダム帰ってこい、リンティ、そしてクレジーラ君はダサウェイキープしている、おお落とした、見えた、冷静に打っちゃうか、ここはミンティ、ここでもミンティ、給油、ここでも呼び起こして、お前はまだ死ぬ時じゃない、ただソルダムがネット落とした、飛び込んでいくフィスカー、このソルダムが落ちた、これは残ったマンチキン 1v4、 さすがに苦しいですね、これは時間、残り時間的にも削れればという判断、シガゼロ落とします、残りは3名、しかしこれはもう膝にいるネスのポジションが鍵になりそうだ、早いローリングサンダー、ファーストラスト、ソルラムスパイク持ちた、ローリングサンダー入って対応しましたね、足が止まっている、いやーこのスパイクドロップは痛い、シーカーも切っている、ノーセプション、シーカーでアッセルの位置もバレましたね、ここから立て直すことはできるのか、あとアステロのラークもマンチキンは気づいています、あっちのこのポジションをクリアリングできるかどうか、スパイクに対して3つの射線飛び込んできたところマンチキン、しかしシュガーゼロがさばく、ワンピッチに残ったのはシュガーゼロ、じゃあバレています、僕らが1人は落としたもののフィスカーのカバー、ラウンドは7対決まれているのでカバー超えていく、ここだメイン、いやメインのフル音昨日もありましたけども、独特すぎタワー、そしてメインから挟み込んでいく、上空からソルダム、これで確認ができました、確認して逃げた、しかし点を落とすのはマンチキン、ただマンチキン B でキャリアダウン、 B バック2段を思い切った配置、クレイジーラ君、ミンティバッチはいやフォルトラインありますからね、
どこに打つかが重要です。ここでバリオーブ、これでバレましたかね。武器の種類で人数配置が変わってしまった。スパチカシガゼロを抑えて残ったらソルタム救えるか。パブ1つこのネビラが救いです。シガゼロが残した置き土産、1人落とした。削っている。しかしバッチが制す。これで9対2。いやシアル最後まで冷静だった。今までミスったアイドルエントリー乗り遅れた。1人3人で守ってます。しかし EJ がトリプルキル。 A でキャリアダウン、1人で全てを込めてみせた。同じことは通用しない。これが世界だ。これが王者の力。そしてネスが裏に戻ってるかどうかも確認しました。ノーセプション、ここからどうする。残り2名。いやこれ前半のラストラウンドなのです。勝負するしかないんです。アステルソルダム、フィスカーがオペレーター置いている。1人抜いた。手前まで入った情報も伝えて、飛び込んでのブレイドストーム、完璧ですね。前に出てる。しかしその先には4人。テイウィンド下がった。その先には追いかける。逃がさない。これはもう読めていたか。あの2人が作ることを読んでいる。じゃ読んだ。しかしメインがここを落とす。これでパワーは取れました。ただまだ人数有利です。上下の車線は組めています。ただクレイジーラクーまだ残り4名。マンチキンがガイディングライトスクリーンに入れます。イントランが残っていますが、どう潰しに行くか。ただここで A メインからのパラノイア、足並みが揃わなくなったぞ。しかし近距離制したノーセプション、光が差した。オープン設置です。最後の一人だ。のテンポを抑えた。なんとかかなり来る。来る回るが周り飛び込んでくる。アステルが抑える。ただミンティもソルダも落としています。人数よりはクレイジーラク。ただ体を隠してスパイカメラを、スパイダーツを外していく。ただシュガーゼロマンチキ落とした。ゾンツ今のパラノイアでネスの位置バレたか。望みが見えた。シュガーゼロまた救うのはシュガーゼロ。バッテルしっくり力が早い。ただ見てないぞ。バレていない。ローリングサンドもかかっていない。いや素晴らしいセンス。それだね。しかしネスが撃ち落とす。 3-4-3。おここはマンチキン。ああそうか、メインに一人横ついた。しかしその先はもぬけの殻。残り時間10秒。ニューラルセット10秒。その間に A サイトでのスパイクの設置が完了します。だいぶ時間稼がれるとともに、これだけ長距離の移動となると、その間に、そのクレイジーラクーンがいろいろなところのエリアを取りに来る可能性があるんですよね。なので綺麗にクリアリングする必要がノーセプションあります。いやスクリーン取りに行きますか。これはカバーを優先するポジションです。ノーセプションスキルがありません。ここを取り切るのは、ただこのワンオンワンはワンオンワン。ミンティの位置はシガゼロ、ね、気づいていない。隠れています。あこれで足音となりましたね。シガゼロどうする。狙うかな。飛び降りた。サイト中のスパイク時間はありません。もうスペイクしてる時間はありません。解除通しきるしかありません。ここはミンティさえ入ります。ただフィスカーの足は歩みは止まりません。ただスクリーンからの射線がある。ヨミがソルダバレてない。ソルダももここは耐える。ヨミが4人抑えた。ワンツー、いや十分ですね。ワンオンツーという状況にさえできればノーセプションとしては2人で、カバーを取り合って勝負すれば、バッチ勝負に出る。バッチは1人削ってワンオンワンの形を狙っていますが、戦列を狙うか。しかしその先には2人。どうなるか。動いてますね、ゆっくり。ただその先にはソルダム、1人2人3人。これは大きい。しかししかもスパイクドロップ、スロープ、アスキーヘッドショット、アステルのカバー、スパイカメラ一応当たっている。さえ渡っています。ノーセプションも相手に情報を与えていません。ここから正面でぶつかっていく。ただ A 側だけでシーカーがなくなりました。天は前に出る。ショートパー落とし切った。ソルダも一人落としている。あー人数有利。しかしフィスカーが崩す。こじ開けるのか。味がない。いやーどっしりと腰をついて、このネビラがノーセプション残り4名。バッチの横をついたシガーゼロ。敵残り1名。残りは1人フィスカー。最後のシガーゼロだ。いやー勝ったというところが注目です。ミンティはラフターした。バッチが打ち勝った。ここセンスはバッチ。コズミックディバイドはシガーゼロ。飛び込んだ。ネスは見逃す。はい見えてるよ。おっ3人。フィスカー面白めてる。しかしソルダムが
込む。したらヒスカーは崩れない。マッチポイント。さあどうなる。最後ソルダムブリメイ国道思い切った。テンもいる。もう B にいないと決めつけていますね。ソルダム手前警戒。これ以上前には出ない。ファーストブラッドはノーセクションピンチを起こした。ここまでは想定通り。さあノーセクション、ここからどうするか。問題はこの裏をケアできてるかどうかです。いやバッチが見ている。バッチが見ている。見えた。ただまだいる。メイが起こした。これで人数がいることは分かっている。バラモイヤどう動く、この 4v4。 いやお互いリザレクションも吐き終わっていますが、いや今度は大きく動いてベントだ。シガーゼロが作りをキープ。ミンディアエルボ、ネスはラフター下キープです。これミニマップのテイクですね。いやだな。マツキンが、マツキンが抑えている。抑えた。撃てな。決まるかこのバースバック。いやしかしここはメイが抑えた。 3on3 まだあるぞ。ノーセプション。オペレターケアが顔を出しませんね。クレイジーラクはこのラウンドでラッターのネスが重要です。切り切りたい。このマップを取ればビリビリに向けての王手がかかります。ピンクインが耐えた。これは決まった。最後はミッチ。ピンクインした時に一瞬ネスのポジションが見えたんでしょうね、はい、ここにいるからケアしようというところだったんですけど、スモークスカーはエルボを詰めてきています。ただそれも警戒、強い警戒を跳ねのけるのはノーセプション。いいバリアオーブ1-1効果。ネスのバリアオーブましたが、ただあらかじめ特殊スクリーンをリテイク用に配置はできている。さあ2番手取った。ロングレンジ。おお強い。ただこれ以上無理する必要はありません。ダブルキルだ。十分な人数配分、人数有利は大幅に取っています。クレイジーラクーンは残り4名。マンチキンがガイディングライト2つ余らしているので、そうですね、強気に勝負に出ます。リテイクになるか。ネスは打つことは警戒。ソルダムなんとか1人は返した。しかしラストはネス。チフィスカは前に出る。その間にノーセプションは A 警部から A サイトに対してのこのオールドローンクリアリング。アジア縦に隠れている。1人落とした。しかしシュガーゼロのカバーが入ります。シーカーもいた。確実に取りに行きたい。上も落とした。ソルダム縦のフリック。敵残り1名。裏が来ているのは分かっているでしょう。裏取り回してるガキは。しかしフィスカーのシェリフいいんですけども、ちょっとポジション的に難しいか。残り1分。ロングレンジしっかり距離を取って、ケイブ前目のバイパースピット。フィスカー、いやミッド展開読んでいましたが、ショートレンジのオペレーター。そしてマンチキンがこの壁の裏待ち構えている。走る。サイバーケージ越えていった。抑える。メイなんとか箱裏のフィスカー抑えた。おお、アド落とした。アステルもカバーに入っている。アド落とした。これでバイパースピットが止まります。頭見えた。綺麗なヘッドショットだ。頭1個打ち抜いた。ここはオールドローン視認されてはしまいました。これで天の位置も分かった。完全に相手の位置状況を把握。ここだ。いやただで行きますが、ここにアステルが、アステルが合流していますね。いやうまいですね、この動きが感じ。しかし 1v1 ネスはオペレーターからバンダレと持ち替えた。時間が少なくなってきた。どこにいるか分かってる。ニューラルセフト。これで体のシルエットまだ死ねない。解除しているかどうか分かります。この 1v1 の場合、わあ早い段階で諦めましたね。シューターゼロワークしてますね。スパイクの接着を押しました。バイパースピットを展開。裏を見つけた。テン飛び込んできた。しのいでいきたい。これはアビリティの合わせ。ブラインドしましたが落とし切りました。コールではこの打ち合い、お互い HP は五分五分。勝利したのはアステル。いや裏もしっかりと警戒できています。ただまだこの裏側ではマンチキンが進行しようという狙い。シェイフの勝負削っている。そしてテンのカバー。圧倒的優勢はノーセプション。ワンベイファーボール正解とかかりました。逃げられないぞ。先にテンのハンターチューリー抜いた。しかしメイも回り込んだ。いやアデのスネークバイトに1人落ちている。さあこうなるとラークの、しかしアステルが一人カットして2オン2見る位置が多い。ただネスがさらにその裏を行く。アステルの背後を取ります。ゆっくりと忍び寄る。ここはアステルを早めに落としておきたいでしょうね。いや何かを察知した。う
落としたら捨てる、ね、まずは裏ここを潰せれば、おお呼んでるのか。さあこれで 1V1 だ。さあ何度もノーセプション、リグナイト、おお出てくるんだろと分かっていた。ドギス今 B バックに突っ込んでいく、ディフェンダーサイド見えた、天が抑える、がうまく使ってますね。はい、この B バックの間にクラウドバーストを耐えてトンネルの射線を遮ります。そして味方のリグロスで回復、シュガーゼロは B バック最欲バッチ。まずはショックボルト、人数をかけてこの B バックからのこのディフェンダーサイドからのリテイクはクレイジーア君。メインは時間を稼ぎたい。おおショックボルトバッチ落とした。そしてあれもメイン、ただシュガーゼロ、ないでしょう、困った時はシュガーゼロ、だいぶ時間使ってます。しかしアデがよく取った4つ4つ、いやただこれ解除するのは難しいぞ、時間がない。最後の1人、おっとデカ抜いた、こうなると解除間に合うかもしれないぞ。どうだ間に合うか、どうだ間に合うか、間に合うか、間に合った、クレイジーラクバリオーブが割れた、一気に入った、一気に入っていく。メインは上のエントリー、いやうまいですね、上下の射線を使って当たった2人、バッチ2枚削っています。さあ、水状況は有利ですからね。ノーセプション、先ほどのラウンドのリベンジです。しかも全く同じセッチポジション。これニューラルセフトは使いましたね。いいタイミングで使いました。ただフィスカーがメインを抜いている。いやこれも危ない。それともエルボーに来たシーカーは破壊。ピークを待っているフィスカー。ここ。ガイニングレート。さあただ裏がありません。前に出た。それだめ。しかしアデがシガーゼロ落とした。一人だ。残ったのは10、1V3、 1V3 どう立ち回る、左落とした正面、ハブリッド出た、ハーフランド落ちた、いいカバーだ、これは解除間に合います、このまま解除間に合います。いる、マジか、えどうなる、どうなる、どうなる、ポイズンクラウド越し、まだ我慢、まだ我慢、ここに見る、いやただ逃げれない、しかしメイのカバーが入ります。いやこれシュガーゼロを倒した、いやこれ攻めの要、しかもセッチ後のいやまた抜いた、マンチキン、それはインチキンだ、逃げられないぞ、やめてくれ。さあ1が割れています、これは逃げれませんね、これは手逃がしません。アステルはホール、開いたシャッターは即閉めます。アステルタイミングが重要だ、ただバッチをシャッターは閉めます、もう一回閉め直したネスはこのホールを警戒、さあもう一回開けます、山梨閉めますもうその車線は使わせません、これ書き機、さあ開きました、閉めます、一生やってますね、ただ結局時間を稼がれてるんですよね。ここは開けました、最終的にはアステルがドアを開ける形、起こした、起こした、それも狙っているアステル、一目かった、ラストテンス、離れた、いや詰めていくフィスカ、バリてる、しかしソロダムが抑えた、これはもう B サイトいけません、いやこれセンターマンチキン、いやソロダム、そしてアステル動きます、さらにはテンも、いやただバッチ抑えた、動き回ります、あと30秒、あではブリッジを警戒、やはりここまでのアステルの立ち回りが響いてきている、いやこうなると止まらないぞ、いやネスがどこまで耐えられるか、うおー、いやソロダム抑えた、私の世界へ、ここでバイパースピット切りましたよ、バイパースピット、ソルダム、いやー確定している、遠距離この位置、上から打ち下ろす形、ワンピックが取った、シガーゼロのカバーが入ります、あー抜いた、シガーゼロまた抜いた、いやマンスキ、いや抜かれた、シガーゼロ壁を消すわ、そしてアステレがすでにホールを抜けてきている、このオールドローを受けて、さあどう立ち回れ、見られていないのが分かりました、チャンスラッセル、ネスはジャッジ、 このラウンド満足に武器を変えない、いやバッチ、チャージがないわ、打ち勝った、気がここは拾います、ただ音が聞こえた、先に行く、飛び込んだ、それ乗った、さあ分からなくなった、ワンズ、いやしかしシガーゼロ負けていない、クワザラキル、戻ったエース監督、ここでもシュガーゼロ一瞬姿が映った、先にピークする、2人で抑えた CR、
そして開けてくれてありがとうとそのまま進めますよ。いやエリア広がっていきますね。これはシガーゼロも逃げ場がありません。じゃあね。いやメイが耐えるのか。ワンピックは取りましたが、ただ裏取った、背後ついた、しかし難しいシチュエーション。この距離残り1名、冷静に胴体一緒に置いていた両部が響いていますね。これ位置がバレた。ラストはネスのヘッドショット、飛び込んでくる。アスティル、ネス逃がさない。残り一発、一瞬の油断を疲れたか。精密でネム、ここはマンチキン、フィスカーウォールーラー、シーカー、あーこのタイムでシーカーですか。削ってからのシーカー、これで足が止まる。しかしシュガーズのフィスカーを抑えた。冷静にシーカーを破壊して、いやあれが空爆ポジションに入りました。この間の中でどれだけ粘れるかです。メイが飛び出す、マンチキン、バッチ回り込んで、バッチ、いやーバッチ泳がせた。ダブルQ、しかしシュガーズのマンチキンを抑えた。しかしここからが勝負。敵残り1、あれのおーバッチもワンのイワン、 HP が削れる。ガチかハーフが通した。おっとおーおー集めています。スプリットでもありましたけれども大胆な配置ですね。シュガーゼロの位置すごいですよ。おおしかも背中を取った。これはチャンス。アステル、あとはその時を逃げられないのはお前だ。アステル逃げられセット、逃がさないぞ。なりました。マンチキンまだ諦めていない。少しずつ体力削られていきますからね。ソースリー、お互いに、いやネスも大胆なポジションですが、残り1名、しかし成長させなかった点、これは大きな1キルだ。 1v3 あと10秒、残ったなネス。3人抜くチャンスがあるポジションですけど、マスターズでも世界を相手にクラッチプレー見せてきた。アシル、ウッドドア敵する、いかにセットを通すか。フィスカ飛び込んできた先、その高間を抑える。ウッドドア、ガイニングライトを入れて、ただその先に飛び込んでいく、1人持ってった。ただ熱のカバーが入ります。いやキルトレードでは勝っています。フォンスリー人数よりはノーセプション、ハンターだ。位置がバレてしまった。どう獲得する、展開する、リコンボルト破壊するしかありません。なんとか落としたか。リロード、リロード入ってしまった。ワンミスリー、パイプ設置。シーカーはちょっとキルにはもったいないラウンドですね。ガイディングナイト、ここは頭を出した先、シュガーゼロ頭打ち抜きました。抑えました。さあラウンドイーブになりました。9対9。まあそもそも読めていた部分もあったでしょう。トキシックスクリーンをうまく活かしながらの、まずはこの、ミッドからの進行を抑える動き、そして入っていったネスに対してもピンポイント。このアデは絶対落とされたくない。アデは絶対に死んでいけない。おお落とした。これ大きなキルだ。シュガーゼロを待ち落とした。プレッシャーがあるのか。 B はいけません。それほどまでにこのノーセプションの守り方、それダメ。グーを潰すのかなり難しくなりますよね。まあおそらくサイト中で守るでしょうけど、このバッチは B バック一気に走り込んでいく。もうフッツだ、フィスカ抑える。フィスカダブルキル取った。しかしノーセプションも2人返している。ネスはあえて高めのポジション、正面のぶつかり合い、ただ負けない。取り返している。しかしあでも前に出る、抑えた。さあこれで 1-1 ワンワン、ラストはロングマッチキン全員できてない。映った、フィスカが入った。マッチキン、ソルダムを抜きます。いやこのバリオーブは強い、深いぞこれは。ポジションを広げているのはクレイジーラック。頭一個抜いた。しかしシュガーズルがカバーに入っています。ここはマンチキンが抑える。ツーオンフォー、ネスイッチはバレてます。シュガーゼルが出てくるのをずっと待ってます。地下を稼ぐネス、前に出してマンチキンのカバー、頭一個。まずは空爆ポジションにいたアデを抜きます。先ほどもしたこの落としのフェイク、マンチキンを抑えた。削りたい、削れれば狙い通り、うまい。ただ何とか抑えた、ね、なるほど。相手の状況を上書きしていきたいソルダム。まずはワンピック。しかしネス、そのままリザレクション、ただ飛び込んでいくね。危ないぞ、落とし切った。人数交換のセクションだ。しかも生き残る、エルミド、この生存能力。しかし逃がしてくれない。押し返す、お互い強気に勝負する。正面と正面の力と力のぶつかり合い。
ゆっくりとリテイクに入ります。フェイクです。あれがまず一歩リードを握った。メタルドアを開けているのはクレジア君。アデアデの位置もバレていますが、ゾンツバッジとどう車線を合わせていくかが課題ですね。アデがどうタイミングに乗るか、これはバッジ次第でしょう。スパイクを確保。スパイクをまずは確保します。バッジまずは設置。ここはハンター強い。スパイクを設置。最後の1人当たらない。ここは空を切る。バッジシュガーゼロ落として確定する。バオッツ、いや時間を稼いでる間にアデは一度下がってメイン合流ですね。先にマッチポイントを握るのは、ああ姿見えた。どっちだ。バッチは時間稼ぐ。クレイジーラクーンだ。ポイント、いやーここにマッチポイントまでこぎつけましたか。持ち直したソルダム C か。流れを作れるか。ここで壊しましたね。勝負に出る5対5でのリテク勝負。フィスカーまずはナイフを1本使った。メイン武器はガーディアン。メインもトレイルブレ、ここは突っ込んだ。プレイのストーム裏を押さえた。ただアデがアデがタイム、はい、ネスもつなげダブルキル、トリプルキル。ネスが押さえた。これは決まるか。ワンビーフォー。バイパーソルドムなんとか1枚返した。さあ位置が分かって広がる。俺たちが見ているのは世界だ。クレイジー役決めた。決めた。まずい。いや面白いコースですよね本当に。しかしここまずはソルダムの